はい、こんばんは。お疲れ様です。格闘技ラジオの時間です。本日もよろしくお願いします。なお、これ見ていいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと最近ツイッターも始めました。まだ3日前に始めたばっかりです。フォローしてくれる方いたらよろしくお願いします。格闘技ラジオでやってます。はい、じゃあ始めましょう。今日本日は、京口博人選手。9月17日になんと超世界最大ビッグマッチ。カネロ VS ゴロフキンね。はい。これ3度目の対決です。はい。このアンダーカードに、京口博人選手が入るかも。そう言われてますよね。ただこれ、相手のジョナサン・ゴンサレス。ジョナサン・ゴンサレスは WBO のチャンピオンですね。ライトフライ級。それ、京口が WBA ですね。スーパーチャンピオンですね。これが統一戦やるってなってるんですけど、ジョナサン・ゴンサレス側が、9月は試合やらないって言い出しました。これなぜやらないって言ったかというと、これ、京口に勝てると思わないんじゃないですかね。おそらく。まあ、この間の試合もジョナサン・ゴンサレスは、ギリギリ、割とギリギリの戦いでしたし、京口とは、今はやらない、そんな感じでしたね。もっと期間を置いて9月、10月、あ、10月以降つったっけな。それならやるみたいなこと言ってんですけど、まあ9月はやらないって言ってんですよ。ただこれ、京口選手、こんなビッグマッチ、アンダーカードに入れるなんて、これもう、本当にチャンスですからね。これ、どうなりますかね。ジョナサン・ゴンサレスがやらないとすると、どうなると思います？なんとこれ、まあちょっとした、噂ですよ。噂によると、寺地健志郎選手。健志郎選手と、統一戦やるんじゃないかっていう、声も上がってますね。これどうでしょう、健志郎選手。ただ、自分の中では、健志郎選手、日本人同士で、外国でやるのあんまり興味ないんですよ。これどっちが強いかっていうとちょっとわかりませんね。健志郎選手も、まあ一回ヘマやらかしましたけど、まあ相当強いです。相当強い。まあこれはどっちが勝つかちょっとわからないんですが、まあレベルの高い一戦にはなると思うんですけど、アメリカであんまり見たくないですね。やっぱりああいうビッグマッチ、アメリカで日本人が外国人をボコボコにする姿が見たいですね、自分は。皆さんはどう思いますか？健志郎選手と、京口博人選手、アメリカで見たいですか？自分は、外国人の強い選手を倒してほしいですね。あんまり興味ないですね。それでゴンサレス選手。ゴンサレス選手は、帝拳ジム、岩田翔吉選手？それという、防衛戦やるんじゃないかって、そういう話も、あります。これだから、まだ何も決まってないんで、ただ9月17日って割ともうすぐじゃないですか。これどうするんですかね。だから、京口博人選手の相手、どうなりますか。相手いなかったらもう京口博人選手も入れないんですかね。このラスベガスの T モバイルアリーナですよ。今 T モバイルアリーナが一番ビッグマッチやるんじゃないですかね。前は MGM グランドガーデンだったんですけど、おそらく今、それが、ラスベガスの一番のビッグマッチって、T モバイルアリーナになったんじゃないですかね。まだ新しい会場です。いやー、これカネロと、ゴロフキンのアンダーカードですよ。メインだ、カネロゴロフキン見れるんですよ。これ放送がダゾンですよ、ダゾン。皆さんね、これ、ダゾン契約した方がいいですよ、ダゾン。かなり面白いボクシングの試合、海外のいっぱいやってますよ。これ皆さん契約した方がいいですよ。じゃあ、ダゾンはね、ちょっと自分の概要欄にも載せときますね。これ、
月3000円ですね、ダゾーンは。これは毎週毎週面白い戦い。この、先週が、あれやってましたね、スーパーバンタム級の、ムロジョンですよ、ムロジョン。ムロジョンとルイスか。うん。もう、だいたいダゾーンですね。今、面白いボクシングのビッグマッチは。はい、ということでね、これ、どうなるか。どうなるか。京口選手、どうやっても入ってほしいです。9月17日の興行に。まあ、京口選手自体も、そこの興行、その日に入るかっていう答えはまだ出してないんですけど。いや、チャンスはね、逃しちゃいけないですよ。はい。そういう感じで、京口、選手、ただ、テイラージ・ケンシロウ選手とアメリカでは見たくない。はっきり言って、ゴンサレス、格下ですって、京口選手より。それはもう見てわかります。他にライバル、いないんですかね。うん。まあ、これで、もしライバルとかいないようなら、フライ級上げるのどうなんですかね、フライ級にはちっちゃいか。どうですかね。フライ級行くと中谷選手とかいるんで、ちょっと、厳しいですかね。そうですね。まあ、中谷選手とかの動向も、いろいろ気になりますね。はい。じゃあ、今日はこれまでです。これ聞いて いいと思ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、皆さんね、ダゾーン契約しましょう。概要欄に載せときますね。はい、では、ありがとうございました。またお願いします。